さて、本日ご紹介するのは、今日も明日もいいことが見つかる繊細さんの幸せリストっていうことでね、繊細さんっていう言葉だとか、HSP っていう言葉、最近耳にされた方多いんじゃないでしょうか。そういった方がね、幸せになるためにはどうすればいいのか、どのように考えれば幸せになっていけるのかっていうことを説明した本書をね、僕自身繊細さんですんで、ぜひ紹介したいなと思ってこの動画を撮ってます。ぜひ最後まで見て少しでもね、幸せの一歩を踏み出していただけたらなというふうに思います。では早速行きましょう。さて、まず最初に説明しておきたいのは、この繊細さんっていう人がどういう人かっていうところなんですが、この繊細さんっていうのは生まれつきですね。生まれつき他の人よりも繊細な人っていうことで、例えば人に頼み事をするときに、なんかあの人忙しそうだなとか、私なんかが頼み事したら悪いかななんていうふうに考えちゃって頼み事ができないだとか、他の人と一緒にいるだけ、それだけでなんか疲れちゃうようだとか、自分とは関係ないことで怒っている人、そういう人が自分と一緒の場にいるだけで、機嫌が悪い人が同じ場にいるだけでなんか気使って疲れちゃうようだとか、そういった人のことを指しているんですね。そしてこれは 20% 程度、5人に1人程度は存在しているんだよっていうふうに言われています。そしてさらに言うなら、人間以外の動物にも見られて、危険察知能力が高いっていうことで、種として生き延びるために必要だったんじゃないかっていうふうに言われているんですね。他の人より敏感だからこそ危険を察知できる、だからこそ種として生き延びるためには一定数そういう人が必要だったんじゃないかというふうに考えられています。しかも脳の機能上にもね、他の人と違いがあって、ストレスに対して分泌されるホルモンの量が多いっていうことが分かっているんですね。なのでこれっていうのは後天的に繊細になったわけじゃなくて、先天的にもともと脳の構造上敏感で繊細な人間なんだよっていうことなんですね。そしてそれが良い面にも働くし、悪い面にも働くんだよっていうことを知っておいてほしいんですね。さて、ここまで聞いて、自分はね、繊細さんかなっていうのが気になっている方もいると思うんですよね。なんかちょっと当てはまるような気がするなっていう風に感じている方もいらっしゃると思うんで、ぜひね、HSP 診断テスト、繊細さん診断テストっていうのをやってほしいんですが、もちろんね、本書にも載ってますし、ネット上でも受けることができますんで、ネット上で受けるリンクにつきましてはね、概要欄の方に貼っておくんで、ぜひそこからリンク飛んでいただいて、やっていただいて、あ、自分が繊細さんかなとか、繊細さじゃないのかなっていうことを調べていただけたらなという風に思います。さて、あなたが繊細さんかどうか分かったところで、繊細さんの特徴について触れていきたいと思います。メリットにもデメリットにもなる、そんな特徴が、まず深く考えがちだということ、そして刺激受けがちだということ、そして共感しがちだということ、そして察しがちっていうことですね。これらについて次から深く見ていきたいなというふうに思います。最初にご紹介するのが、深く考えがちだという傾向なんですが、これのメリットはまあそのままなんですが、他の人よりも発想に優れているという点が挙げられます。他の人よりも深く考えることができる、より複雑に考えることができるがゆえに、他の人はああそこまで見えていなかったよ、そういったところまでちゃんと見ることができるんですね。なのでそういった見えていない部分もしっかり拾い上げた発想ができると、より本質的なところを見抜くことができるんだよっていうところがメリットになります。しかしデメリットとしては、リスクを考えすぎて動けなくなってしまうということが挙げられます。最近ビジネスだったら多動力、とりあえず考える前に動けよと、動いてから考えればいいだろうっていうふうに言われていますが、やはりね、繊細さんは、いや、やってダメだった時のリスクがこういう風だとか、あーこれこういうリスクあるよなっていうことばっかりをね考えてしまって、まず動くっていうことがなかなかできないんですね。そういったところがデメリットになるんじゃないかなというふうに思います。こういったメリットを生かすならばですよ、コンサルタントみたいなね、職業も向いているんじゃないかなっていうふうに思います。さて、次に紹介するのが、刺激受けがちだっていうことなんですが、これはやっぱり危険察知能力に関わってくると思うんですよね。心の問題だけじゃなくて、本当に体感として刺激受けがちなんですね。光に敏感だったりだとか、痛みに弱いだとか、そういった性質が挙げられるんですが、もちろんね、デメリットとしてはやっぱり何にでも刺激大きく受けてしまったら疲れやすいと、そして休む時間が必要になる、こういったことが挙げられるんですが、もちろんメリットとしても考えることができます。こういった刺激受けがちっていう人が 20% いるっていうことは、同じように不快に思う方もいらっしゃるわけですよ。そういった方のことを考えたサービスなんかを行うことができるっていうのが、やっぱり一番のメリットなんじゃないかなというふうに思います。さて、次はですね、共感しがちだっていうところを深掘りしたいんですが、この共感しがち、なぜ共感してしまうのかっていうのは、脳のミラーニューロンっていうところが関わっているというふうに言われているんですね。そしてこのミラーニューロンの活動が、普通の人よりも繊細さんの方が活発だよっていうふうに言われているんですね。なので暴力的な映画なんかを見たら、うわなんか自分がされているようにすら感じてしまう、より深く落ち込んでしまう、そういった傾向が挙げられるんですね。なのでそういった暴力的なものが苦手だったりだとか、怖い映画が苦手だっていうタイプなんですが、
もちろんね、そういったデメリットもあるんですが、人にちゃんと共感ができる、人の気持ちを汲めるっていうのはやはりメリットにもつながりますよね。いい点だと捉えるっていうことが大事なんですよね。もちろんどういった性格にもメリット、デメリットはあるんですが、メリットの方をしっかりと享受する、メリットがちゃんとあるんだなって考えるだけでも気持ちが楽になって幸せになれますんで、そういったね、いいところを見るようにしていきましょう。さて、最後に説明するのが察しがちなんですが、ここをね、一番説明したいんですよ。なぜか、この察しがちっていうのはもちろんメリットもあるんですが、デメリットが非常に大きいんですね。メリットとしてはやっぱり他の人をね、察することができるんで、あ、大丈夫とか言って手伝ったりすることもできますし、人の気持ちに敏感に反応することができるっていういい面はあるんですが、この察しがちっていうのはやっぱりいらないお世話をね、しがちなんですよね。人が頼んでもいないのに、あの人なんかちょっと大変そうだから手伝っちゃおうみたいな感じで手伝っちゃって、実はね、邪魔だったなんていうこともありますし、例えば頼み事をしたいのに、いやあの人なんか忙しそうだなとか、なんか機嫌悪そうだな、やっぱ頼むのやめとこみたいな勝手な察しをしがちなんですよね。その勝手な察しっていうのが合ってるかどうかもわかんないのに、察して自分でね手を引いてしまう、これがね一番良くないと思うんですよ。やっぱりこういったね繊細さんの人が苦しむのってこういうところだと思うんで、この察しがちだっていうところは自分でしっかりと理解して、あ、これ勝手に自分で考えちゃってるなど、ちゃんと相手に確認しなきゃダメだなと、本当に忙しいですかって聞けるようになっていく、これが大事なんじゃないかなというふうに思うわけです。と、まあ察しがちはちょっとやめましょうよっていう話をしたんですが、察しがちにももちろんね、ちゃんとしたメリットっていうのもあります。それは人のかすかな反応だったり、細かいことに気がつくことができる、細かいことまで察することができるんだよっていうことなんですよね。自分の第六感っていうのを信じるっていうことも大事な場面もあります。そして人がね、なんかちょっと今日体調悪そうだなとか、なんかちょっと元気ないな、そういったことに気づくことができるのも繊細さんのメリットなんですね。なので学校の先生とかで繊細さんの方がいたら、生徒のね一番最初の感情の反応っていうのに気づくことができるっていうのは繊細さんなのかもしれません。なのでカウンセラーなどにも向いているでしょう。そういったね、かすかな反応から深く考えることができるっていうのもメリットに挙げられるんじゃないかなと思います。そういったね、人の気持ちの機敏っていうのをちゃんと察することができる、これもね、いい点ではあるんですが、悪い点でもあるっていうところを認識して、ちゃんとね、自分のデメリットも受け入れつつメリットを活かしていきましょう。さて、そして繊細さんの幸せとは何なのかっていうところに迫りたいんですが、もちろんね、繊細さんも人それぞれ違うんですが、それでもやっぱり共通している部分もあると思いますので、ここに迫りたいと思います。まず第一に考えてほしいのは、成果主義の外に出ようっていうことなんですね。今現代の社会っていうのは成果主義です。他の人と比べてより成果を出そう、より成果を出そうとするんですが、そういった他者と比べるだとか数字で結果が見えるっていうことに繊細さんは弱い傾向にあるっていうことは間違いないです。ちょっとの変化でやっぱり気持ちがブレてしまうんですよね。ちょっと自分の成績が下がるだけでうわーって落ち込んでしまったりする、そういった繊細さを抱えているので、成果主義から外に出ようよと。繊細さんっていうのはやっぱり小さいものに気がつくことができるんですね。そしてそれに共感できる、それに感動できると、そこに幸せを見出そうよっていうことなんですよね。主観的な幸せっていうのを探していきましょう。例えば雲が綺麗だな、夕日が綺麗だな、花が綺麗だな、そういったことで十分じゃないですかと。そういったことに幸せを見出せるようになりましょうよっていうことなんですよね。繊細さんっていうのは他の非繊細さんよりももっとね、そういったものを見出しやすいタイプの人間なんだよと。あ、花が綺麗だな、幸せだなっていう風に、それだけで幸せだって感じられるっていうのも繊細さんの特権かもしれないわけですよ。なのでそういったところに目を向けるっていうことが大事になってきます。多くのものを感じることができる、そんな繊細さを持っているっていうことが幸せなんだよっていうことをね、喜びましょうっていうことなんですね。さて、今みたいな言い方だと、じゃあ非繊細さん、繊細さんじゃない人っていうのは幸せになれないのかよと、細かいところに目向けられないから花が綺麗って思えないのかよっていうと、そういうわけでももちろんないです。非繊細さんの方が幸せになれるよっていうわけでもないですし、繊細さんの方が幸せになれるよってわけでもない。どっちにもいいところがあるよっていうことが僕は言いたいんですよね。そして非繊細さんの方が今のこの資本主義社会、成果社会だったらよりね、成功しやすいような特質を持っていると思うんですよね。他の人の批判が気にならないだとか、そういった面っていうのは非常に今ね、やっぱのし上がっていく上では大事だと思うんですが、もちろんね、だからこそ生きづらい世の中だって感じてしまっている繊細さんにもいいところがあるんだよっていうことをね、この動画で伝えられたらいいなというふうに思います。さて、ということで最後に結論を言うなら、繊細さんには繊細さんの、非繊細さんには非繊細さんのいいところがあるんだよと、それぞれにいいところがあるんですが、
結果や数字や成果ばかりに幸せを求めないっていうことが大事なんですね。そこに幸せを求めてうまくいって幸せならそれでいいんです。しかしそこに幸せを求める、そこばっかり従事するがあまり生きづらいよと苦しいよって思っているなら、そこじゃないところに幸せを求めてもいいんでしょうと。幸せっていうのは主観的なものなんだから、自分が幸せを見出せるところに幸せを求めようっていうことがね、今回の動画で一番言いたいことです。さて、本日は繊細さんの幸せリストを紹介させていただきました。今生きづらいな、苦しいなって思われている方の気持ちが少しでも楽になればいいなというふうに思います。またこの本、さらに詳しい解説を次々と上げていきたいと思いますんで、ぜひよろしければチャンネル登録、ポチッとよろしくお願いいたします。ということで、またね、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。